強情な魔法少女は常に理想の自分を演じています。彼女は何度も失敗し、その度に隠れて泣いていました。守りたいものが遠ざかり、演じることは逃避だと理解した小さな魔法少女は、自身の未熟さと甘さを受け入れ、成長への第一歩を踏み出します。このハサミで全てを切り裂いちゃう。ミラクル魔法少女は機械タイプの炎キャラ。そのハサミで幻も現実も断ち切ります。戦闘中は敵の燃焼蓄積値と燃焼重数を上昇させダメージを与えます。通常攻撃はハサミを使い、燃焼蓄積値を上昇させ不動の星を回復します。魔法少女は両刃で今昔の夢を断ち切るのです。不動の星が300以上の時、攻撃ボタン長押しでチャージ状態となり、不動の星を継続消費して燃焼重数をさらに上げます。ボタンを離すとチャージ攻撃1段目を放ち、魔法陣を展開し巨大な魔法のハサミで敵を叩きます。不動の星を600消費すると効果が最大になり、チャージ攻撃2段目を発動でき、より大きな炎ダメージを与え EP を回復します。魔法陣が出現した時、特殊連携を発動でき炎ダメージと燃焼蓄積値を与えます。通常攻撃4撃目の後、武器ボタンで祭壇を放つとハサミで魔法陣を描きます。武器ボタン2回押しでも発動できますよ。チャージ攻撃2段目の後、武器ボタンで結合を放つと針で敵を攻撃します。何かを縫うには祭壇が必要でしょう。今は魔法少女の時間です。必殺技を発動すると敵をマジックミラーに封じ込め、広範囲の炎ダメージを与えます。燃焼状態の敵は燃焼重数によって追加ダメージを受けます。実戦では仲間がバフ効果を付与した後、QTE で敵の受ける燃焼ダメージを上げ、通常攻撃4撃目の後、特殊連携祭壇を放ちましょう。不動の星を全消費してチャージ攻撃2段目と武器ボタンで結合を放ち、最後は必殺技で強力な一撃を与えてください。シーリンさんはもう一人前の魔法少女ですね。いにしえの楽園では幻彩の祝福を優先して選び、特殊通常攻撃5撃目から祭壇で戦ってください。その後、夢縫いと聖冠の祝福でダメージを上げましょう。または深淵、完全と聖冠の祝福を選び、チャージ攻撃2段目で敵の燃焼重数を増やし、結合に合わせて大量の炎ダメージを与え、魔法少女らしく必殺技でピリオドを打ちましょう。これは魔法の授業の終わり、そして次の旅の始まりです。泣き虫の魔法少女は涙を拭い、仲間と未来へ向かいます。成長は痛みを伴うもの、彼女がやり遂げたことより困難でしょう。でも困難だからこそ奇跡と呼ばれるのかもしれませんね。